町だよ。コンビニ。プリン買いました。美味しいね。プリンは最高。でもふと思ったんだけど、もしこのプリンが可愛く動いたらもっともっと最高じゃないかな。今日は左手デバイスでプリンを操作するよ。左手デバイスって何？外国から荷物が届いたよ。これが左手デバイスだよ。動画編集の操作を割り当てられるミニキーボードだよ。爆速で動画編集したいからね。キー3つの一番小さいやつだよ。かわいいね。パソコンにつないで操作するとなんか反応はするけど、使いたかった機能と違うよ。おかしいね。実は動画編集のコマンドを割り当てるには設定アプリをインストールしないといけないよ。早速インストールしようね。このアプリを実行すると PC が危険にさらされる可能性があります。怖いからパソコンに使うのはやめようね。そこでプリンだよ。プリンを操作するよ。プリンを動かす技術。ラズベリーパイ。小さいパソコンだよ。左手デバイスをつないでみよう。キーボードとして認識されたよ。キーにアルファベットが割り当てられていることも分かったよ。次に、これはサーボモーターだよ。キュイキュイ動くやつだよ。かわいいね。左手デバイスの入力をラズベリーパイで受けて、サーボモーターを動かすよ。回路ができたよ。次はプログラムだよ。できたよ。動作チェックしよう。動いたね。このサーボモーターでプリンを動かすよ。組み立てるね。サーボモーターを組み合わせていくよ。お皿をつけるよ。できたよ。プリンを操作してみよう。プリンをプッチンします。顔を描きます。あ、なんか怖くなったけど一応動かしてみよう。動いてはいるね。見なかったことにして食べるね。食べかけプリンくん、これはこれで可愛いね。お皿が滑りやすいみたいだから紙皿に変えてみたよ。プリンをプッチンします。顔を描くよ。できた。プリンだよ。左手デバイスで動かしてみるね。こんにちは、プリンだよ。こんにちは。素敵なカラメルだね。ありがとう。プリンにとってカラメルって何なのかな？カラメルは脳だよ。脳なんだ。大事なんだね。そうだよ。むき出しだけど、もっと隠しておいた方がいいんじゃないかな。大事だからカップの一番下に隠してるんだよ。でも皿に出されちゃうと逆さまになるから、脳がむき出しになるんだ。そうなんだ。それはしょうがないね。そうだよ。しょうがないんだよね。左手デバイスでプリンをコントロールできたよ。高評価とチャンネル登録してもいいからね。またね。